ちょっとこの人、乗り方かっこいい。え、やばこれ。かっこいい、このヤグラの乗り方。ガチャ、これ初めてのステージの時の高揚感やばいね。全然し、アルティメットデブ味方に来た。めっちゃデブそう。いや、これどういうステージなのかわからん。わぁ。ちょっとビーコン置いとくか、とりあえず。ちょっと、うわいな。いや、これはすごいけど。塗っとこう。これ塗れんだ。おぉ。塗れんのこれ。これ塗れない。見えてんのこいつ、ちゃんと俺のこと。コンブトラックやんけ。いや、これ面白そう。ファンネル！やってけやってけ。うわ、これ返り討ちか。いや、ビーコンがあるから俺問題ない。ちょっと、そういうアプで早くて欲しかった。わかる。半年？スプラトゥーン3出てから半年経ったんか。手多いかだ。かっけえ。あ、ごめん。ナイスナイス、いいよいいよ。年取っちゃう、また。もう嫌です、これ以上年取るのは。殺して、私を。ズンビーに飛んでください。ちょっと春が来た。いいじゃん、春一番幸せな季節じゃん。外遊びもできるようになるし、またキャンプとかなんかもできるんじゃないですか。なんか飛びたくない。いや、これ勝ったな。意外にこのビーコン作戦強いじゃん、やっぱり。さすがに。どうにでもなりそう。もう高台の、敵の高台にもビーコン置くっていう。はい。はい。今回強いんじゃない？このビーコンの置き方適当すぎでしょ、俺。いくらなんでも。ここにビーコン置くのやばすぎる。あー、ナイスナイス。オッケーオッケー。やった方がいいよ。更新された日に やんないのはもったいなすぎる。俺も鉄オタだったのかもしらん。これ、帝王イカの挙動がめっちゃ面白い。ナイス、味方。なるほど。
あー、まあしょうがない。いやこの人ってかうまいんじゃない、このザップの人普通に。VTuber の人アメショさんって人、アメショさんって有名な人なのかな。 VTuber 全く見ないから分かんない。テオイカ来た、かっけえ味方の。でかいイカってだけでかっこいい、すでに。味方も俺も9番ビーコン2枚編成だからめっちゃビーコン置いてある。左から来そう。ビーコン置きすぎでは、ビーコンでも置きすぎるぐらい置いた方が強いね。立体にでもあそこを抜いてもらうしかないよなと、やり方としては。この人、乗り方かっこいい。え、やばこれ。かっこいい、このヤグラの乗り方。かっこいい、今の。かっこいい。やば。ヤグラ上でイカがうごめくの絵面かっこよすぎでしょ。今の人かっこよ。敵来たね、これ。みんな見てるか。味方もめっちゃうまいんだよな。いやー、このイカかっこいい。いや、かわいい普通に。おはようございます。おはよう。テンション高いですね。いや、めっちゃ面白い。このゲーム。名作だ、スプラトゥーン3は。いや、ダイオウイカがヤグラの上に乗ってる絵面、かわいすぎる。はい、ということでね、後付け実況ということでね、皆さんお元気してますか？私、ズンダはですね、新シーズンが開幕されてということで、まぁ、ちょっとスプラトゥーンですが、戻ってきてですね、あ、面白いななんて思ってます。まぁ、僕今持ってるのボールドマーカーネオでして、まぁ、ビーコンと、メガホンレーザーなんですけど、まぁ、これ意外に強いですね。まあ、僕、昔そのボールドマーカー使うんじゃねえみたいな感じの動画上げて、ちょっと叩かれたことあったんですけど、結構ボールのマーカーネオいいね。なんかこのナンブラー遺跡っていうこの新ステージ、まあエジプトでやってるんでしょうけど、ここのね、ビーコンめちゃくちゃ刺さるような気がする。てかこのステージ面白いっすよ。普通に。こことマンタマリア面白かったね。マンタマリアもそのスプラ2と違って回収されてて、あの通路幅がね、広くなってたりして、あ、なんかオバフロちょっと弱くなっちゃったかもなとか思ったんですけど、あそこもね、やってて意外面白かったんで、まあ武器も追加されたし、ステージも追加されたし、まあこの調子でやっていけば、まあスプラトゥーン面白くなりそうだななんて思いました。まあ、特に帝王イカのね、迫力がやばくて、まあ、この後帝王イカのガチヤグラに味方が乗って進めてんの見てびっくりしますけど、結構、いいっすね。やっぱスプラ1のスペシャルっていいよね。なんかユニークド派手だし、あ、やりたいなゲームって思わせるようなスペシャルだったりするんで、まあ、楽しいっすよね。まあ、デコイチラシに関してはなんかあんまり強くないっていう風に噂立ってるけど、デコイチラシ4枚編成と当たったんですよ。僕そのオープンかなんかで、あのフレンドと一緒にやってたら4枚いると、あのずっとデコイチラシ飛んでくるんで、かなり強かったですね。もうなんかスペキをガン積みにして、なんかデコイチラシ打ちまくるみたいなことやられたんですけど、めちゃくちゃ強かったっていうか、なんかね、
やばい、あれだけ塗られちゃうともう何もできなくなるんで勝てなくなっちゃうんですよね。結局塗りが全面的に取られて、だからなんかゲーム性がその最初のシーズンと多分全然変わっちゃうんじゃないかなと思いました。だからカニタンクとかも見ないけど、まあ、カニタンク弱くなっちゃったし、まあ、武器種が増えたりスペシャル種が増えたりするとやっぱりみんなそっち使いたがるからね。結構リアルな、まあ、これがなんか対抗戦とかなんかどうなのか分かんないけど、まあ、少なくともなんかしばらくはこんなわけわかんない武器とかわけわかんないスペシャルわちゃわちゃ使って楽しむみたいなことができそうですね。だからやっぱり前の動画とかなんか見てたんですけど、やっぱりどんどん変えていくっていうのが一番面白いんだよね、ゲームって。こういうアップデが入ってさ、ゲーム性変えられるようなさ、あのオンラインゲームってさ、なんか頻繁にゲームの中身変えちゃって環境変化させればもうそれだけで面白くなるから楽だよなって思う。ある意味で言うともうその固定化したゲームと違うから、なんか飽きてきたんだろうなユーザーがって思ったら、こういう風にしてねちょっと追加したりとか、あの変えたりすれば全然面白みが変わってくるんで、やっぱいいですよねっていうのをなんか今回の更新で思いましたね。要するにみんなが望んでるのって何かっていうと、なんかバランスがいいゲームとかなんかじゃなくて、要するにちょっと刺激が入るかどうかってことでしょ。要はこの手のことって一番大事なの、なんかちょっと新しいなとか、なんかちょっと日常とは違う、日常に彩りを添えるっていうか、少し違うなみたいになるのがみんな好きなんですよね。だからなんかバランスがどうしたかとか、なんかいろんな武器に活躍をとかじゃなくて、結局望んでることは何なのかっつうと、まあなんかちょっと変えて刺激を与えてください僕らにっていう、そういうことなんだよなってよくわかりますよね。だからそんななんか厳密にこうしたい、こうした方がいいとかそういうんじゃないんだよ。あーマジで射程短いこれ、むちゃくちゃにしちゃっていいんだよなゲームなんてなっていうのがなんかよくわかりました。こうやってボールのマーカーを持ってヤグラやってたんですけど、それだけで楽しかったからね、純粋に。あ、新しい武器だとかでビーコン使って身から飛ばせてファンネル打って敵に突っ込んでみたいな、こういう動きしてるだけで楽しいんですよ結局は。だからやっぱりこういうアップデートかなんかもっと頻繁に行った方がいいですね。まあ今度のなんか武器調整とかなんか3月後半4月初めらしいんで、まあすぐにねまた変化するだろうから、まあそれはそれでまた面白さが継続するだろうし、楽しみですよねって思いましたね。スプラトゥーン3いいんじゃないですかっていう。まあボールマカネオに今ハマっちゃって、なんかしばらくボールマカネオ使えそうな日々だなっていうふうに思いました。まあ僕ね結構オープンとかね、まあ、プラベとか最近やってんでね、この動画で興味持った人はよかったら僕の放送に来てください。私ずんだいつでもお待ちしております。攻められたら終わりじゃねこれ。ただこれね、攻められると弱いんだよな、ボールドマーカーネオね。それが弱点なんだけど。では皆さんまたお会いしましょう。ずんだでした。もしよかったら高評価のチャンネル登録よろしくお願いします。